はい、皆さんこんにちは。午後の眠くなる時間帯ですけど、よろしくお願いします。DBCLS の片山と言います。で、今日午前中は RDF とスパークルの概念的な部分の説明があったんですけど、それを活用していく、もしくは RDF のデータベースを作っていく部分の話を午後はしていこうと思います。で、先ほどちょっとご案内しましたけど、今回発表しているスライドは一番上に書いてある URL のところからダウンロードできますので、もしお手元で見たい方はご利用ください。まず今回このセッションでご説明するのは統合 DB というものなんですけど、これが何をやるものかというと、表形式で研究データをお持ちの場合、それをデータベース化して公開してくださいみたいなニーズがあるかなということを想定して作ったシステムになります。よく研究論文のサプリメントとかで Excel がついてたりすると思うんですけど、それだとダウンロードしてきていろいろ活用するっていうのも一手間かかるんですけれども、データベースとしてウェブに公開されているとビジビリティも上がりますし、再利用性も良くなるので、ぜひご活用いただきたいなと思います。で、表のデータを Excel とかで作ってアップロードして、で設定をちょっとすると、慣れれば数分でデータベース公開まで終わると。で、頑張ればすごく見栄えのいいデータベースにもすることができるような、データベースに必要な機能が一通り入っているようなものになっています。で、最初はそれだけで作ってたんですけど、数年前に RDF も生成できるようにしまして、これだけあればお手元の表データが RDF のデータにもなるし、スパークル検索もできるというようなオールインワンになっているので、もし上司が明日までにこれをデータベースとして公開してくださいとか言って無理な注文が来た時は、ぜひ検討してください。はい。で、先にですね、ちょっと概念的なところをずらっと文字で言うのも恐縮ですが、どういうつもりで作ったかということを、ご紹介したいと思います。まずは統合データベースプロジェクトが始まった時に、皆さんのデータがいろんなところに分散してあるのをどうやって統合するかっていうことを考えました。で、そのために、普通だったら1個のデータベースごとに外注さんに数十万、数百万円かけてデータベースシステムを作ってもらって、サーバーを買って運用してっていうことになるんですけど、そこを全部ホスティングしてあげると、皆さんデータが出しやすいんじゃないかなということで、ユーザーさんのデータを受け入れてデータベース化、ひいては RDF 化をするシステムを作りましょうと。さっき言ったような論文の中に埋まっているような表とか、サプリメントで公開されているような表とか、研究室の中で虎の子になっているようなデータで、ぜひ公開して再利用された方がいいようなものがあれば、そういうものを公開しやすくするプラットフォームとして考えました。で、特徴としては、手軽にデータベースを作るためには結構いろんなスキルが必要で、そもそもデータベースにどういう機能が必要なのかとか、データベースシステム、ウェブアプリケーション、いろんな部分でプログラミングが必要で、だいたい業者さんに頼んじゃうことになると思うんですけど、そこら辺が全部必要なくなりました。で、共同研究者とか公開時期を調整したいみたいなデータもあるかと思うんですけど、自分が作ったデータに、他の人も共同研究者の名前を追加して一緒にデータベースを育てて、で、論文が出ると同時に一般公開するというようなエンバーゴ的なこともできます。それから見た目とか作り込みは、デフォルトではちょっとそっけない表が出るだけなんですけれども、 HTML、JavaScript、CSS などを柔軟にカスタマイズすることができるので、ちょっとウェブデザイナーの方にデザインを手伝ってもらうと、同じデータベースなのにすごく見た目のいいものも簡単に作ることができるようになっています。あと、一般的な話として、バイオインフォマティクスのデータベースたくさんありますけど、Google っぽい検索窓があって、このデータベースの中にあるデータが絶対見てみたいんだけど、何を入れたらデータが見れるのかが分からなくて立ち止まることが結構僕はあるんですね。で、そういうデータベースってちょっとキーワードを思いつかないと、もう手の出しようがないところがずっとフラストレーションがあったので、統合 DB では入れたデータはすぐ見えるようになっています。その中から目的のものを絞り込んで手に入れるっていうことができるようなデザインを考えました。それから、これもどれとは言いませんけど、検索機能が貧弱で、たくさんデータが入っているのは分かるんだけど、自分が欲しいデータになかなかたどり着けなかったり、そもそも正規表現で検索できるとか、日付で検索できるみたいな機能まで作り込むっていうのをやれる方とやらない方があって、やられてないデータベースも世の中多いですよねっていうことで、だいたい想定されるような検索機能は最初からついているシステムが欲しいなと思いました。あと、
バイオインフォのデータベースっていうのは結構量が多いです。で、検索結果も何百件って、何万件から絞り込んで何百件を目を通さなければいけないとかあるんですけど、それを1ページごとこうクリックしていくと、まあ200件見ようと思ったら200回クリックが最低でも必要になりますけど、そういうことをちょっと後でデモしますけれども、キーボードの矢印キーだけで次から次に見ることができるような機能も欲しいなと。で、あとはそこにせっかくデータはあるけど、自分はプログラムを使って一気に解析したいと、そういうニーズもあると思います。そういうところに対しても検索用の API とデータベースのデータのダウンロード機能がついていると。そこら辺が、考えてきたところで、最終的に、そういう機能を持っているデータベースの中身を、さらに RDF 化する部分というのをここ数年作ってきていますということになります。はい。で、データベースを統合 DB で公開するまでの流れなんですが、まず最初にログインしていただきます。で、その後データベースの構築を開始します。データベースの名前を決めて、で、お手持ちのデータをアップロードします。で、表の1行目が大抵カラム名が書いてあって、それをあるデータとないデータがあると思うんですけど、ある場合、あるかないかを選び、で、それぞれのカラムごとにどういうタイプのデータが入っているんですかっていう、まあ、数字が入ってますとか、文字列が入ってます、生物種の ID が入ってます、それからリンクした URL が入ってますとか、日付が入ってますとか、そういう型をチューニングすることができます。そこまで設定が終わったら、手元のデータをデータベースシステムにインポートします。それで一応データベースはもう出来上がって公開できる状況になります。で、さらにそこから先、デザインをカスタマイズしたり、タクソノミの ID に対しては NCBI のタクソノミーデータベースにリンクをしましょうとか、それからオントロジーをちゃんと適切に設定することで RDF をより良いものをしましょうとか、そういうことをいろいろ繰り返し繰り返しカスタマイズしながらバージョンアップしていくことができていて、まあこれでいいなと思ったら公開フラグをピッと立てていただくと公開できますということですね。はい。で、できたデータベースはそれで固定なのかっていうと、そうではなくて、自分が作ったデータベースは好きな行を消したり足したり、することが、編集ができるようになっています。で、最終的にもともとは表のデータだったんですけど、それを JSON とか RDF でダウンロードしたりすることまで一連の流れの中でできるようになっています。では、これからデータベースを作るとこ一個一個見ていこうと思います。で、まず表形式のデータを準備しないといけないんですけれども、数年前に山口情報芸術センター YCAM さんと一緒に、ゲノムの決まった食材だけを使ったお弁当というのを作ったんですね。で、この時の表を、これ去年も使った例なんですけど、今年も使ってみようと思います。どんなものかというと、これなんですけど、山本さん、これ閉じるのどうするんでしたっけ？すごい。はい。このようなデータになっていて、ここに載っている僕たちがよく日頃食べている食材は全てゲノムが決まったと言われています。で、まあ、穀物だとか芋とか肉とか魚とか、カテゴリーが一番左側に書いてあって、で、品種ですね、学名が書いてあって、ゲノムサイズとかがあって、右の方に行くと、どのジャーナルに何年に発表されていて、その論文はこれですみたいな、こういう表があります。で、この表をダウンロードします。表で、この時に間膜切りの CSV が便利かなと思います。これをダウンロードして、ここにダウンロードできた状態です。じゃあ次に統合 DB を開きます。で、今最終調整をしている開発バージョンが、統合 DB.org の前にディベロップメントの dev をつけたものがあって、こちらで今日は説明していこうと思うんですが、まずここで Create New DB っていうところをクリックすると、ログインしてくださいと言います。で、このログインの ID は、DBCLS が多くのサービスで共通に使っている OpenID になりますので、お持ちでない方はまず最初にちょっとアカウントを作ってもらう必要があるんですけど、一度できれば DBCLS のいろんなサービスがこの ID を共通に使って使えるようになります。はい。で、僕はアカウントがあるので、これでログインをすると OpenID の認証画面に行って、よいしょ、これでログインされた状態で戻ってきます。そうすると、
今まですでに作ってあるデータベースのリストが出てきます。初めての方はここが何もないので、クリエイトニュー DB っていうのを押すことになります。はい、でここでデータベースの名前をつけます。で、まあ、サンプルと同じような感じでゲノム弁当で、同じ名前のデータベースを2つ作れないので2018とかつけることにします。ここで見えますかね。はい、次にデータベース名が決まったら、データファイルをアップロードします。今ダウンロードしたローカルのファイルか、リモートのサーバーに置いてあるでかい表形式のファイルを URL を指定することによってアップロードする。この2つの機能があって、今回はちっちゃいファイルですし、さっきダウンロードしたのでこのローカルファイルを使います。で、チューズファイルにして、ダウンロードしたファイルを入れてあげると、で、ここでカンマ区切りのファイルかタブ区切りのファイルかを選んでください。で、今回は CSV なのでカンマ区切りの CSV の方を選んでアップロードします。そうすると、アップロードされたファイルの最初の方の行を見て、1行目がこういうカラムヘッダーになってますかっていうのをユーザーさんに確認するステップがあります。1行目にこういうの書いてないデータでもアップロードはできるんですけど、これがそのまま検索の時にも便利に使えるので、カラムの意味を表すキーワードを一番上の行に並べておくことが、推奨されます。で、この場合は1行目がカラムヘッダーなので、最初の行をカラムヘッダーなの、カラムの名前として利用しますか？で、はいを押します。はい、で、ここからはリレーショナルデータベースに詳しい人は、型の意味がお分かりかなと思いますけれども、基本的にはそのカラムに何、どういう種類のデータが入っているかを指定します。で、いい感じにこう推測するようにはなっていて、数字しか全部入ってないところは、例えば年のとこですね、年のところはインテジャー数字ですねとか、あと文字列が入っているところは、長くない文字列の場合はストリングで、長い文字列が入っている場合はテキストですねとか、ここら辺を推測してやってくれるんですけど、まあ往々にして間違えるので、変更したい場合はここで、スキーマ定義を変えます。で、選べるものとしては文字列、数値、日付、あとブーリアンですね、トゥルーフォールスみたいな日のデータ、それからちょっとバイオ寄りに、NCBI のアクセッション番号だとか、パブメドの ID だとか、こういうものに関してはデフォルトで認識できるようにしてあって、例えばここの PMID ってところにはパブメドの、論文の ID が入っているので、これを選択しておくと、後との設定が楽に、これ後からも変えられますけど、一応そういう機能がありますというご紹介です。で、大体設定がいいなと思ったら、クリエイトテーブルを押すんですけど、これを一度やってしまうと、データベースのスキーマの変更はなかなかできなくなるので、例えばなんか表にカラムを足したいなっていう時は、一回ダウンロードして足したデータを作ってあげるとか、まあいろんなやり方がありますが、ちょっと後で編集を加えるっていう感じになってきます。これでいいかな。説明としては、ここのカラムラベルって書いてあるところは、ウェブページでデータベースに表示される名前です。で、このカラムネームって書いてあるところは、RDB の中で MySQL、Postgres とかで動くんですけど、それの中でどういうカラム名になっているかで、例えば、そうですね、空白をアンダースコアでつなげて、大文字小文字を全部小文字に揃えるっていうような正規化がされてますけど、検索の時はここを使うことがあるので、例えばこのナップサックとかちょっと多すぎて気持ち悪いなっていう場合は、こういうふうに縮めていただいても大丈夫です。で、準備ができたらテーブルを作ります。これで、SQL でいうところの何ですかね、クリエイトテーブルが実行されます。まだ中身は入ってないんですけど、スキーマだけが生成されることになります。押したかな今。えい 動かない。なんででしょうね。なんかやらかしましたかね。これがダメなのかな。すいません。というようにですね、ちょいちょいバグがあるので、まだデブが取れてないんですけど、今年中にはなんとかフィックスして、本番環境にこの新しいきれいなデザインのものを公開できるようにします。で、データがちっちゃいので、もう
今の段階でデータのロードがバーッと終わっています。これで一応データベースの構築は終了です。で、次に設定画面に進みます。はい、でここで最初自分がアップロードしたデータがすぐにインターネットで公開されているわけではなくて、ここプライベートモードになっています。もう公開していいよって方はもうここでパブリックを選んでアップデートすると、はい、このデータベースはもう見れるようになっていて、この Show データベースっていうところをクリックすると取り込んだデータがここに表示されるということになります。で、他にもデータベースに別名をつけたり、ダウンロードするファイル名をなんか自分の好みのものに変更したり、最初に出てくるこの表が、どのカラムで本当は、例えばゲノムサイズで相当されている状態をデフォルトにしたいとか、そういう設定をするときにここを使います。ゲノムサイズにしてみましょう。そうすると、壊れてなければ、そうですね、こんな形で。ただこれ、よく見ると数字と単位が混在しているので、単純に文字列としてソートされちゃってますが、そういう機能があります。それから、プライマリキーは普通は一番左のカラムに1から順番にオートインクリメントで ID が振ってあると思うんですけど、もし自分のデータベースには固有の ID がすでに振ってあるっていう場合は、それが入っているカラムをここで選んで指定することもできます。それから、この下に隠れているメタデータのところ、これが、自分のデータベースをよりよく使ってもらうために割と大事になってくるところで、データベースの名前だけじゃなくて、ちょっと説明文をつけると。これはゲノム食材の弁当のデータベースですみたいなことをここに書いて、さらにもうちょっと詳しい説明と誰が作ったかみたいなことを書くことができて、あとそのデータベースのコンテンツに対するライセンスを、クリエイティブコモンズのものか、自分でなんか文字列を書いて指定するものかなどをここで選択することができて、あと論文がもし出ているようでしたらリファレンスもここに書いておくとメタ情報の中に含まれます。今回ちょっと面倒くさいのでここは飛ばします。で、次に、カスタマイズのところに行ってみましょう。そうすると、ここにどういう表示になっているかっていうことと、それを実現している HTML のコードがここに見えます。ここを書き換えることによって、今は単純な、そうですね、先にこれを見せないといけないです。この中で、適当に例えば大豆のエントリーを見ると、大豆はさっきの表に1行に書かれてたものがこういう形の表に書かれるんですけど、ここの見た目を、例えばこのグレーは地味だなとか そういう好みがいろいろあると思うので、そこを編集することができるのが、ここの編集画面で、何にしましょうね。例えば、レコードネームって書いてあるところがここになると思うので、ここにちょっと文字列を追加してみます。ゲノム弁当 ID とか書いて、そうですね、ここでプレビューをすることができます。そうすると、ここに反映されて、これでいいなと思ったらアップデートを押すと、本番環境の方もこんな形で編集されますし、もう色を変えるだとか、表じゃなくて、もう全部 div で好きなレイアウトを作るとかいうことができます。で、資料の方にちょっとこれを、今ここ大体やったと思うんですが、これか、やりきればここまでできるっていう例があって、これか。なんかもともとこういうシンプルな表なんですけど、これの HTML をガリガリにカスタマイズすると、こういうことまでできるわけです。なので、こんなデータベースシステムだとかっこいいデータベース作れないじゃんって思われるかもしれませんけど、やる人がやればちゃんとできます。まあ言ってもそんな難しいことではなくて、カラムの名前とその値っていうのがずっと入っているので、それをどうレイアウトするかだけです。で、背景の地図が出るのはちょっとこれは頑張られたんだと思うんですけど、これ南極の苔のデータベースで、ここに緯度経度が入っているので、そこを
背景にズームするようなちょっとギミックを入れてもらってます。はい。で、だからここの HTML とここの CSS をすごい頑張ることによって、お好みのデザインに変更できますよっていう例なので、ぜひ頑張ってみてください。ただ今日は時間がないので、ダサいままいきます。で、ここのカラム、そうですね。順番にちょっともう少し説明すると、このボディのところは、このページに出てくるHTML 表の、HTML になっていますけど、その上に JavaScript を読み込みたいとかいう場合、ヘッダーのところに追加してください。で、各要素にデザインを当てたい場合、この CSS のところに書き足していけばよろしくて、で、っていうのが見た目の変更になります。で、残りの2つはデータをどういうふうに、扱うかっていうもので、ここのビューって書いてあるところに5個だけ今チェックがついてますけど、そのおかげで、ここが5カラムだけ表示されている状況になっているんです。で、この中でトップページには見せたい情報と見せたくない情報が多分あって、大事な情報だけこの画面の幅に収まるようにしたいんじゃないかなと思うので、この中で例えば学名はどうしようかな。適当に抜きますか。学名を抜いて、遺伝子数を足して、論文の発表年とジャーナルと PubMed ID と、タクソノミー ID をちょっと入れてみましょうとか、あと統合ゲノムの ID も入れようか。こうしておくと、ちょっと画面が狭いのでアップデートされたらここに出るんですけど、こう青になってたら大丈夫で、こっちか。リロードすると、今指定したカラムがここにデフォルトで出るようになります。伝わりましたでしょうか。なので、ここの表に表示したいものか、表示したくないものかは、このカラムセッティングのこのビューのところで選んでいただければよくて、で、全部が見たい場合は、1個1個の、エントリーをこう開くと省略されずに全部見れるようになっています。逆に、ここで全部チェックをつけて最初から全部見れるようにしても全く問題ないです。それからこのカラムリンクっていうのはさっき、失敗しましたけど、この PubMed の ID が入っているカラムで、そうですね、PubMed、ここは保管されるといいんだけどな。これでいいのかな。ちょっと忘れましたね。いらんことをするのやめよう。リンクの設定を、ここのカラムに入っている値を URL のどこに埋め込みたいかっていう設定ができるようになっていて、でそれをするとここをクリックした時にリンクして飛べるようにっていうことも設定できるようになっています。ただこれはここでやってもいいですし、 HTML の方の編集画面で、ここに、なんだ、パブメドアイ、ここですね。バリュー。ここのとこに普通に HREF みたいな感じでこう書いていただいても、もちろんリンクが貼れます。どちらでも大丈夫です。はい。じゃあ大体こんなところで、データベースの設定ができて、この後 RDF の話になりますが、なんか飛ばしたのありますかね。大丈夫かな。そうですね。はい、ここまで何かご不明点等はありますでしょうか。大丈夫。じゃあ続きいきます。この RDF 設定ができるところが今回の講習会に一番大事なところなんですが、よっ、はい。で、今取り込んだこのゲノムベントの表ですね。で、一番左のカラムに ID1 番、2番、3番っていうのが振ってあります。この1番、2番、3番は、このデータベースのここの ID に、リンクしてますね。だからゲノムベント2018の32番目のアイテムっていうのが、このマガモになります。で、この URL を普通はRDF の主語として使えば直接アクセスしてもウェブページがある状態になりますし、まあ他の世界中の何者とも被らないので、固有のユニークな ID としてちょうどいいと思うので、普通はこのままでいいんですけど、変更したい場合はここの URL のパターンのところを書き換えればいいです。あ、でしかもデフォルトがこれになっちゃうんですね。書き換えましょう。
ちょっとここも最初から統合 DB の ID が入るように最終調整しようと思いますが、このようにしておくと、出来上がる RDF の中に、このローカルホスト2020っていうようなダサい URL ではなくて、ちゃんとした URL が入るようになります。まずこれだけ変えて、どんな RDF ができるか見てみましょう。はい。で、出来上がったらマッピングリザルトのページに行って、で、ここの RDF を出力するっていうのをやると、データベースの中身を今、オンザフライで読み込んで出しますけど、ここは指定した通り、主語が統合 DB のゲノム弁当2018の1っていうのを主語になっています。で、この後に、各カラムの値がずらーっと並んでます。これが主語です。で、これが、述語です。で、これが目的語です。で、述語、目的語、述語、目的語の繰り返しが、今日午前中説明のあった繰り返しが、ここに出てきていると。で、どうもこの述語はあんまり美しくないですよね。なので、ここも適切なオントロジーから適切な URL に変えるべきです。で、全部についてきれいに今していくのは大変なんで、1個ぐらいやってみようと思うんですけど、例えば、1番の、名前っていうのは、これがラベルになっててはいいと思うので、フードイングレディエントっていうカラムに入ってる値を指すとき、ここですね、ここの述語、プレディケートを、RDFS ラベルにしましょうと。そうすると、それっぽい、というか正しそうな RDF になります。保存。で、これかな。はい、そうすると、どこ行った？あ、ここだ。すいません。主語は変わらず、目的語も変わらないですけど、RDFS ラベルとしてこの米の名前が入ります。大丈夫ですかね。ただ、ここ2つできちゃってるのは、もともとこの1っていうのも RDFS ラベルであったからで、実はこの1番の方は DC アイデンティファイアの方がいいので、とかいうことをここでこう繰り返し繰り返し やるわけですね。で、例えば今の ID の方は、プレディケートを、ここを直せばいいのかな。はい、DC アイデンティファイヤー。お、直ってない。ここはどこでやってんだ？ゲノム弁当タイプ。ちょっとすいませんね。プライマリーキーの設定だけはここか。ここでした。これを消せばいいのかな。ああ。ちょっと一番やっちゃいけないところをやってますね。フードインクレディエントにした方が多分いいな。で、ここランゲージ JA とかつけちゃうか。よいしょ。あ、これでかぶりますけど、まあいいか。結果的に結果オーラだと思います。この主語に対してラベルとして、言語タグのついた日本バレと、文字列リテラルとしての日本バレを両方つけるとか、そういうことも、まあ結果的にできます。で、このプロパティを1個ずつ適切なオントロジーのものから選んで、で、あと、ここの値を文字列、日本語なのか英語なのかっていうタグをつけたり、数字は数字として扱ってくださいみたいなことを指定していくと、ここの RDF がきれいになります。で、出来上がったものを最終的に使えばよいと。で、このできたデータベースに対して、ここのスパークルっていうところを押すと検索ができるようになっていて、で、ここ先ほど山本さんの講義であったようなカウントするとか、いろいろ書き換えて実行すると、こんなちょっと見にくいですけど、形で主語、述語、目的語のリストが返ってきます。で、ここを、
JSON で出力するとか、そういうこともできるようになっています。はい、これでいいかな。コンフィギュア RDF。そんな形で、カラムの数ほど述語と目的語の値の扱い方を一個ずつこう設定していけば簡単に RDF ができますよっていう機能がありました。これもともと去年まで説明してた古い統合 DB にも機能としてはあったんですけど、この後に今から山本さんが紹介してくださる D2RQ マッパーの機能を取り込んだので、見た目がそっくりで使いやすくなったっていうのが今年の進捗になります。はい、おさらいしますと、まずテーブルの一番プライマリー ID が入っているカラムを主語として選んで、その主語の ID の前につけるプレフィックスをここですね、ここで、お、マウスが出てこない、なんで、マウスが出てこなくなったので薄いという評判の悪いこのレーザーポイントできますけど、このサブジェクトのところの URL をちゃんと定義してあげることによって綺麗なものになります。それから主語の型とラベルをここで設定できます。で、残りのカラムに関してはカラム名のところがプロパティに該当するので、そのカラムの、どういう述語を使ってその値を指せばいいかっていうプロパティを選んで、で最後カラムの中に入っている値を数値として出すのか文字列として出すのかあたりをカスタマイズすれば美しい RDF が出来上がるということになります。はい、で今やった通り RDF 出てくるのを確認できますし、これがまだお気に召せなければ何度もやり直しができて、出来上がったスパーク RDF データに対してここでスパークル検索を試すこともできます。で実はこの機能は裏側がポストグレスで、その上に D2RQ というこの後説明があるものをかませてやっているので、そこの内容についてをこの後の山本さんの講義を参照してください。はい、で出来上がった RDF は今テスト画面で見てましたけど、ファイルとしてダウンロードすることもできます。これリリース画面に行けばダウンロードできるんですけど、この一番右端にリリースっていう機能があって、そうすると最初からここにアップロードした CSV とそれを JSON に加工したものと設定した RDF に加工されたものがタートルフォーマットと XML フォーマットでダウンロードできるようになっています。ただこれ多分作ったのがカスタマイズ前、アップロードした瞬間にできちゃってるので、今設定を変更した部分を反映させるために、リリース機能を使います。そうすると多分これになったと思うんだけどな、リロード、あ、そうですかね、これでいいかな。はい、変更された、まあ、ちょっと UTC なので日本時間じゃなくて見にくいかもしれませんが、ここの日付が変わっていればこのファイルが全部置き換わった状態になっていて、ここをダウンロードゴッとすると RDF ファイルが全エントリー分ダウンロードできます。ターミナル、これですね、さっきは1エントリー分だけ画面で見てましたけど、このような形で、ずらーっと全生物種分こうダウンロードできます。よし、はい、はい、で、あと統合 DB の最初の方に話した基本的な機能をもう一度おさらいしておきたいんですけど、まず統合 DB のトップページに最初からデータが全部見えてるっていうのがこのデータベースの特徴で、ここでキーワードをなんか入れるんですけど、米、ライスとか入れて検索するとその文字が入ってるやつだけに絞り込めたりするんですけど、キーワード思いつかないってことがないですね。ここの中をずっと見てればキーワードが散りばめられているので、まずはそれをお試しで使うことができます。で、あとはこのカラムに何が入ってるっていうのを検索、複雑な検索をしたい場合はここのアドバンストサーチっていうボタンを押すと、それぞれにどういう文字が入っているとか、正規表現で検索するとか、数字の範囲で検索するとかいうこともできるようになってます。それからで、絞り込まれたものだけをダウンロードする機能っていうのもあって、これだけ今4行分だけこうファイルでダウンロードしてくるとかいうこともできます。まあ、そういう機能があるのと、で
この画面から、この Show っていうボタンを押すと、これ1ページ分が見れるんですけど、これを何回も何回もやりたくないので、ここの右上のこのギアのボタンかスペースキーを押すと、1エントリー目の内容が出るようになってます。で、この後矢印キーで上下移動すると、次から次に見ることができるので、大量のデータの中から数十件、数百件絞り込んだ後、ガーッと目でチェックしたいという時には、ほとんど、行ったり来たりのない操作で中身を確認することができるようになっています。あとは、そうですね。で、先ほどちょっと試したように、ここに最初5カラムしか出てませんけど、何を載せるかっていうのはカスタマイズ可能で、ダウンロードページネーションなどがありますと。はい。それから、で、1エントリーごとに URL が振られるので、これを RDF の主語として使うのが多分適切で、で、さっきお見せしましたように、カスタマイズをすごく頑張れば、このような美しいデータベースに仕上げることも可能です。で、正規表現や日付、指定などによる検索機能を内蔵していて、これと全く同じことをプログラムからできるような API も自動的に提供します。で、高速に一個一個のエントリーをクリック繰り返さなくても、矢印キーだけで見れるようなクイックブラウズ機能がありますと。はい。で、こちらから先はプログラマー向けの話になるんですけれども、スパークル検索に対応していますということと、オープンサーチの検索インデックスにも対応していて、あとはデータベース名の間に検索文字列を書く。それから問い合わせ、このカラムにこの値が入っているとか、このカラムの値がこれ以上みたいな、ちょっと複雑な検索も全部 Web API 経由でもできるようになっています。はい。で、これ。はい。で、今回は RDF 講習会なので、Sparkle エンドポイントに対する検索っていうのをちょっとやってみようと思うんですけど、これさっきの画面でも一度見ているので、少し複雑なここにある例を試してみようと思います。ここは今のゲノム弁当のデータに入っていて、ネイチャーに発表されて2010年以降に論文が出ているような生物種はどれですかっていう検索になると思います。結果がない。ちょっと待って、これ去年動いたのにな。なんかいじりましたっけ。ここか。あ、そうか、これ綺麗にしてるんだな。失礼しました。こっちの今入れたばかりのデータはきれいに作ってないので、ここのスパークルクエリーがこのままだと動きません。どうしようかな。古い方を使うか。でもこっちはスパークルクエリーを入れる画面がないんだ。すいません、はまりました。これもない。仕込みが足りませんでした。まずこれを入れればいいよね。よいしょ。よいしょ。あ、動きますね。チャカチャカやってすみませんが、これ僕自作のスパークルクエリをコマンドラインから実行するための Ruby スクリプトです。で、これを使ってここに書いてある通りのことはできるはずで、スパークルエンドポイントをこれにすればいいな。よいしょ。スパークルエンドポイントを指定して、今、統合 DB で作ってるスパークルエンドポイントに対して検索を。はい。あ、ちょっと表が見にくいですが、これ JSON でもいいかな。JSON しない方がいいですね。はい、このスパークルクエリで、Nature に発表されていて、2010年以降のものの出版年と名前を出してくださいっていうスパークルクエリになっているので、ここに結果が数行出ておりますが、
トマトは 1.2 ギガのゲノムサイズがあって、ネイチャーに2014年に論文が出てますみたいな、こういう検索がどこからでもできますということですね。はい。それで、さらに、スパークルのクエリって、今みたいな、ちょうどいいのができたとしても、すぐ忘れてしまうので、どっかに皆さんメモを取ることになると思うんですが、ものすごくよく使うものに関しては、さらにそれを Web API にしておくとちょっと便利ということで、数年前からスパークリストっていうサービスを始めています。これは、幸い昨年度の、ちょっと字がちっちゃいですね、LOD チャレンジの、何でしたっけ、基盤技術部門で優秀賞を受賞したもの、サービスになっています。ぜひお試しいただきたいんですが、これを開けばいいのかな。はい、今、コマンドラインで試したのとほぼ同じ、スパークルクエリがここに書いてあります。で、ちょっと違うのは、ここのところにパラメータをユーザーが、よいしょ、雑誌名を変えたり何年より以降とかいうのを変えたりするとこう変数化してあって、変数を取るところがちょっと特殊な記法になってますけど、こういうふうに書いておくともうこのスパークルクエリのことは忘れてよくて、毎回この URL をクリックするたびにスパークルの結果が返ってくるようになります。で、ここを例えば2010年にしてたところを2005年ぐらいまで増やす遡ると件数が多分増える。ここで実行することもできます。で、プログラムから呼ぶときはここに、書いてあるようにこの API を、雑誌名と、年度をつけて呼び出せばいいので、それを他のプログラムからさらに呼び出すということができる。だんだん色こになりますね。統合 DB でデータベースを作り、それはスパークル検索できるようにしました。で、そのスパークル検索を毎回毎回やるのもめんどくさいので、一部を変数にして Web API として呼べるスパークリストっていうレイヤーがあって、それをさらに他のアプリケーションから叩くと、なんでしょうね、モジュラライズされている方がメンテナンス性は高いかなという気がするんですけど、で、これをちょっと利用した例として、さらに可視化してみます。で、これは同じデータベースに対して、どの雑誌に出てるゲノム論文が何個ずつあるのかっていうのを多い順にこう並べたものです。これもさっきの、これ違うな、どうなってるんですかね、これか、これですね、さっきのスパークルクエリをちょっと書き換えて、今度は、生物種と、論文の組だけを取ってきて、で、論文誌、ジャーナルごとに、カウントして、で、多い順に並べるっていう、こういうスパークルクエリを一回書いておけば、実行した時にその結果が返るようになってます。で、この、データっていうのは雑誌名と回数、雑誌名と回数っていうのが JSON で入ってるんですけど、これを人間が見やすくするために、こうヒストグラムを書くようなアプリケーションを持っておけば、それに埋め込むだけでこう可視化できるという形で、まあ、なんでしょうね、ここにある情報をどういうふうに集計して Web アプリケーションでさらに活用するかっていうのは、やり方によってすごく無限の広がりがありますよってことを感じていただければいいかなと思います。ちょっと時間もあれなので、詳細はいくらでも話せば長くなるんですけど、これぐらいにしましょうかね。はい、じゃあ、ちょうどこれで最後のスライドだったので、一旦ここで終わりにしようと思いますが、何かご質問等ありましたら、どうぞ。すみません。統合データベースの方で、カラムはちゃんとあるんですけど、その各項目の中に、時々こう、クランがあって、はいはい、で、そういうものを、RDB にしたときにどうなるか教えていただけます。一応ですね、それ型の定義にもよる面はあるんですけれども、データベース設定の、よいしょ、ここですね、多分基本的にもともと CSV なので、ない
データはカラー文字列として入っていると思うんですね。なので NIL ではないので多分ロードするときに問題はないんだと思うんですね。もともとがテキストファイルだからですね。ただ違うかな。こちらにロードするときに問題ないのは、分かったんですけど、はいはい、そこから、はい、RDB にするときに、はい、RDB ですか、 RDF ですか、ごめんなさい、 RDF ですね。あ、 RDF にするときに、はい、バーッとやる、そうですね、ときにそのここはなかったみたいなときにどうなるかなというのが、確かですね、ない部分は出力しないようにちょっと工夫してた気がするんですけど、これかな、よっ、どっかから、あ、どかな、空文字列が入ってると、あ、そうですね、生物種によってここの行数が変わってるっていうのは多分そういうことで、統合 DB の中では値が入ってなかったらその述語目的語のペアは出力しないようにしてます。他に何かありますでしょうか。じゃなければ次に移りますか。